こんなかったから。うん。令和3年11月初旬、佐野は今夜愛する人妻何がしと公開不倫を楽しんでいた。往復8000円のタクシー代をかけ、おじいちゃんに仕える何がしに佐野は心底陶酔していた。お疲れ様です。佐野は突然配信終了を宣言。どこでゴロゴロしたいか、足をマッサージしてもらいたいか。甘えん坊の佐野に何がしは心底最後の限界を感じていた。そしてそう現わなかったことをダメ出しし、人妻彼女何がしとの連絡が途絶えた。俺の女に何お前そんなの心配してんの。なあ、友達じゃねえんだからな。勘違いすんなよ。前に出んなっててめえ言ったろ。やろ、おい、下手まんなっつってんだよ。だからてめえパーサルだって言われんだよ。佐野は何がしとも交流がある禁酒に無慈悲な仕打ちを与えるも、割った入ると予想した何がしのコメントは上がらなかった。何発投げようか関係ねえんだよ。おい、コメント見てブロックでいくから、おいコメントあげろよ。ほら、佐野の唇は鋭利な刃物と化した。佐野としてこのくらいダサいおじさんがいいじゃん。佐野は何がしとの一件を踏まえ、より魅力的な佐野を演出すべくフルモデルチェンジを図った。ただいま。うん、佐野はベビースタンクトップを装着し、色気が 60% アップしていた。おだーす。自信に満ちた佐野は鍛え上げた肌を極限まで露出することで大胸筋が見え隠れ、夏男佐野は女性視聴者をメロメロに、アンチ視聴者をわらわらにしていた。ゲップ、臭そう。いや、もうその前にする前にもう臭いから俺。佐野はお姉の所作で浅漬けに近い香りを常時漂わせていた。だから付き合ってねっつってんの。向こうは旦那さんいるっつってんじゃん。お前、俺の女に何お前そんなの心配してんの。佐野は尖らせた。デリケートなゾーンの佐野はスラッと伸びた細い腕でブロックした。ゴミがや、おい。佐野はゴミの闘争で平米を求めた。マジ細いって言わない。これ細いって言わない。美脚を論じ始めた、ね、ハイヒールが似合う男53歳。まあ太くはないけど、ただ太くてはない。なんかかわいそうな。 ありがとうございます。自慢の剛腕、前科10番。ありがとうございます。下ろすと細い魅惑の二の腕。あ濃いな。濃い酒をアピール。濃い冷めぬ何がしにアピール。手持ち無沙汰に手羽先芸。
イメトレで鍛え上げた部屋では無敵の佐野。おい、うわ腕こそ、どこのピザ見てんだよこの野郎。海兵隊も憧れる佐野の剛腕。おい、そうそう、俺は一日一食よ、もしくは3日で一食の時もあるし。人はそんなに簡単に死なねえよ。ついさっき食べたことさえ忘れるモードに入った佐野。何が栄養失調だよ。何かきっと大切な栄養分が失調している佐野。死ぬんか、死なねえから大丈夫ですから。骨折や脳卒中、吐血、下痢にも耐えてきた佐野。もうさ、ニートン引きこもりんバカなのかな、ほんと。全て当てはまる奇遇な佐野。ていうかさ、女性陣コラボ上がってくれよ、もうね。そして佐野は禁断の女あさりを再開した。音量が小さすぎて何を言っているかわからない佐野は、今日も自慢のタンクトップで色気を発していた。釣り餌の湯虫踊りをする佐野は、画面の色味も湯虫色に寄せてきていた。やがて女あさりが功を奏し、女性配信者が佐野の配信にコラボで上がってきた。いらっしゃい。え、俺より体重重いの？え、待って、いくつ体重？俺61。佐野はネットを介した相手女性にまで体重にこだわりを見せていた。身長いくつ？俺168.9。なんか盛らないところがいい、ね、微妙に盛っていた佐野。うん、作る意味わらた何を、なんかお前変なこと考えてんじゃねえぞなんかさ、いい、思ったの、うちの枠に来てくれたじゃん。うん、なんか枠に来てみて思ったのが、なんかいじられキャラで今やってんだなって思った。いじられキャラっていうか、前までそうじゃなかったけど、そのいじられて。佐野を知らない女性配信者は佐野を瞬時に理解した。いいんだよ。ふざけた枠やってんなと思って。あー、すっげーごますらなくていいのか。らしいよ、みんなごますらなくていいらしいです。じゃあ俺とかはもう何でも言ってくれ、いいし。佐野は今嘘をついた。みーちゃん今日パンティー何色？当てたらすごいと思う。興味がないので当てません。佐野は佐野を知らない女性配信者プライドを傷つけられていた。いやいや、興味がねえから当てねえんだよ。じゃあ聞くね。彼女は家に来ると、パンティーは脱いでくる。佐野は驚いた。僕の彼女は身長160センチで体重41キロで、すごくスマートな女性です。俺はその人のことを全力で愛してます。急に何がしを彼女と自慢しだした介護放棄にあった佐野。佐野ちゃんさ、レベル5
レベル50なのにさ、単発お茶しか投げられてない。佐野は悪気なし、プライドを傷つけられ続けた。なんかさ、気分悪くなっちゃったな。ババあげてよ。おい、ふざけんなよ。おい、何やらしたんだよ。佐野はアンチコメントを拾う女性配信者、連帯責任を負わせた。あんなもんの性格悪いだろ。ああ、あたし、あ、そっか。おい、なんだよお前。じゃあ自爆やるぜよお前よ。おい、次回、俺のキャミソール、ご期待ください。